勉強だけにこだわっても居場所として提供するだけでも初めのスタートして、そこに来てみんなで本読んだり新聞読んだり、そこでいるだけでも少しずつ変わってくるんじゃないか。そこが具体的にですね、やりたいんだという思いはあったんだけれども、今回そのグラフィックとあと最後のクラクションカフェを通じて皆さんと話をする中で、頭の中の思考がちょっと明確になった。これって単なるきっかけなんですよね。社会の将来ビジョンを描くか、自分の住んでいる地域の今回 の運営の環境学習ということで、持続可能な生産と消費について、今持っている知識を生かすことの力がある子ども、私たち の指す未来の子どもたち、今日話したいのはですね、地域活動をやったりボランティアをやったりと、本当の徳島チームの事務局をうちのセンターがしております。来年の2月11日、12日を無期懲戒室で、交流会を徳島で開くことができました。自分一人ではなかなかできないことですね、いろんな人とつながることによってできるというのが、やっぱり環境の大きな強みで、ぜひそういうところを続いてですね、ネットワークの輪を広げていっていただければ、一番もっと元気になるんじゃないかなというところであります。その選択肢学が多分皆さんのようなファシリテーターであります。地域が少しでも自分 の活動を続いてですね、元気になっていくというところに大きなそのファシリテーターとして醍醐味がある、成果を生かしてですね、地域で頑張っていただければというふうに思います。人の力を生かしていくということで、それがさらに地域の活性化であるとか、まちづくりにつながっていくんだというふうなところで、コミュニティスクールを進めています。これからはこの地域の人たちがこういう地域にしたい、どんなそのためにどんな人を育てたいっていう地域の理念とか思いがあって、でそれをみんなで共有して、じゃあそのために学校は何をしたらいいのかっていうのを考えて実践していく。初舞台を終えましてですね、地元の高齢者の方に喜んでもらえる、また町おこしの一助になるならという思いで始めた人形浄瑠璃ではあったんですけれど、あちらこちらから出演依頼など想像以上の反響がありました。でやるからには最高の素人集団を目指そうじゃないかっていう結論に達した次第でございます。公民館活動で長年かけて培ったふるさとを大切に思う気持ちや一体感、住民のやる気なども重要で貴重な地域資源と考えております。このままでは本当に自分らの集落がなくなってしまうということで、危機感を持ったことと、もともとまとまりがあったこと、これらがいい作用を起こしまして、一丸となってやろうと。公民館にしても各種組織にしても、地域教育をどう軌道に乗せていくかが私たちの仕事なんだろうと。この水谷港がですね、水谷港が過疎化、要するに人口減少化によって廃校の危機に陥りました。全住民が構成メンバーとなってですね、小さな漁村集落を維持して
地域づくりに関わる人が活動しやすくなる場を作ることが結んで、何か一つ新しいものを作れないかなというのが、やっぱり地域で頑張っている人、活躍している人、その人たちと一緒に働きたい、応援したいという気持ちを持って、公務員になったんですね。で、この場所は医学年の交流の場になっており、子どもたちの交流の場にもなっております。地域の夏祭りを30年ぶりに復活をいたしました。まあ、こういうような、まあ、世代で言ったり、その、まあ、地域活動に入るモチベーションであったり、その辺のところの、まあ、絶妙に違うものが3つうまくこう組み合わさって、隙間も出てきた、見えてきたっていう点で、人とか地域を全体としてトータルに把握できる、まあ、視点を与えていただけた、まあ、いい分科会ではなかったかなと。子どもたちにとってすごくこう学校っていうと一番小さな単位の社会だと我々は認識をしていて、その中で物事がこう循環していく仕組みをちゃんと子どもたちに見てもらいたいということを言っています。学校が変われば子どもが変わる、子どもが変われば大人が変わる、大人が変われば家庭が変わる、家庭が変われば地域が変わる。ここに暮らす自分が好きだなと言える子どもたちや人々に、まあ、そういうふうに、まあ、地域の人がなれたらいいな。この写真を出前授業の中で子どもたちに見せた時に、子どもが T シャツも綺麗だけど海が綺麗だねって言ったんですよね。はい、まあ、それこそが私たちが伝えたいことだなと思ってます。拠点はどこなのか、誰が誰と連携をするのか、どういった情報を共有するのか、それをどのようにコーディネートをするのか、これが地域連携の3要素だと思っております。地域の中で人と資源をつなげる、地域と地域をつなげる、異なった課題をつなげる、このつなげていく一つの規模が学習。うまく学校とつながっているじゃないですか。その辺のコツみたいなのがあるんですか。もともと PTA から入ったので、学校は敷居が高いです。で、学校は学校の教育目標があります。でも子どもを育てるということに関しては、学校も社会教育も家庭教育もやっぱし一緒だと思う。で、目的をきちっと、お互い共有して、じゃあどういう手段でやろうかというのを話し合えば、多分いろんな事業でできると思います。私一番びっくりするのは、いろんなところ企業とかね、そのどうやってこうつながりを、でもすごいネットワークですよね。そうですね、本当に人づてというか口コミというかという感じですね。はい、専門的知識もかなりいると思うんですけど、その辺は専門的な人がいなくても、その専門のつながりですね、地域のつながりによって専門家さんを呼んできて、1日だけ先生になってくださいみたいな形でやってます。本来は勉強するのが学生の本分なんですけれども、それプラスこれをやらなきゃいけないというところはどうなんですか。本音はどうなんでしょうか。そうですね、学生は学業、本業は学業なんで、それもあるんですけど、でもやっててもすごいやりがいも感じますし、単純に楽しいっていう思いで、それがモチベーションにつながってますね。この活動はその循環型にされているというか、そこが非常に面白いなというふうに思ってるんですけど、その辺の苦労みたいなのがありますよね。はい、苦労って、苦労の連続ですよね。苦労っていうのはもう大学生の本当の選手寿命の短さ、それと思いを持った熱い子っていうのが、やっぱり核にいるときは強いんですけれども、そ
そのリーダーがいないときに他の大学生を巻き込む力がどうしても弱くなると、教えてもらうことでは伸びません。自分が実際に当事者となって動いて、当事者の話を聞いて、その中で自分で気づくことがある場がこれからは必要なんだろうな。みんななんかこうチャレンジしようと思って来ているので、みんな来ている人は忙しくて、事務局の人材の確保っていうのがすごい逆に難しいっていう状態だったりして、なんていうのかな、まあ、団体同士の連携の中でそういう人材交流というか、そういうのができたら僕は嬉しいなと思ったりしています。やっぱり教育っていうところを主体として、今ここから未来の学校でいろんなその社会に向けてのアクションっていうのをこう担ってるんですけど、それを商店街と組むとか町づくりの中で展開していきたいか。大学生だからできるのってやっぱり人と人を紡いでいくことじゃないかなと思っています。まあ、人と町だったりとか、そのようにこういうふうな社会教育を使ったのところからのネットワークっていうのをうまく作っていければっていうことを改めて感じた次第でございます。今日は4人の方々がそれぞれの活動を発表していただきましたが、そこにあるのはやっぱり地域の課題をどうこうピックアップして、それをどういうふうに解決していくかっていうことなんですけども、それを教育の力で、どうしていくかっていう点がどこも共通しているかというふうに思います。やっぱりそういう意味で人づくりっていうことを我々は忘れてはいけないなっていうのは改めて、感じた次第であります。まあ、こういうその地域の課題に主体的に関わってくれるような人が要請されていけば、やっぱり地域の元気になっていきますし、それこそ解決の原点だというふうに思いますので、まあ、ぜひこういう横のそういう人たちにですね、横のつながりという意味でこういう会が私最初の時に第1回って言ってしまいましたけど、第2回以降もですね、ぜひ続けていきたいということで、この一応のパネルディスカッションをこの場で、させていただきたいと思います。